よく死ななかったな。運命の矢は一つさ。こちらの動きは六角に筒抜けか。今到着したばかりで兵は疲労困憊。無論敵もそれは把握してるだろうな。だからこそ今攻める価値がある。お市様をめとり幸せ絶頂の長政様にそんな妙案が思い浮かぶかな。殿は我らが思っているより聡明だ。全軍突撃。おー行くぞ義嗣、手柄が逃げる。浅井長政、近江の大名浅井家の治癒に優れた若き当主である。ある時長政は婚姻を結ぶ。相手は尾張の大名織田信長の美しき妹お市。信長は浅井家との契りを利用して美濃を制すと、先の将軍の弟足利義昭を擁して上洛を開始した。長政はその途上で六角軍に襲われ危機に陥っている兄信長を助けるべく昼夜兼行で駆けつける。若さにあふれ夢を追う長政に疲れはなかった。彼は高虎、義嗣ら若き臣と共に爽やかに戦場を駆ける。近畿の将観音寺城の戦い。長政様、夢を共に。よかった、兄上はご無事だ。昼夜問わずかけてきた甲斐があった。織田軍、敵六角軍に包囲された。包囲網を突破し兄上と合流しよう。六角は我らがまだ動かぬと思っているはず。一丸となって進めば容易に突破できる。バカな、浅井は遠路駆けつけたばかり。こんなに早く軍勢を動かせるわけがない。上洛上の無防備な兄上を前、六角は挙兵し織田の軍勢を分断した。兄上が倒れれば当然上洛はならぬ。乱世の闇は一層深くなる。長政様はそんなお兄様の大切な盟友だ。どちらが勝てもなりませんね。浅井家中、大谷義経、援軍として参加。大尉に、信長に群がるハエを叩き。流れに乗ったまで。
がしの戦は終わらない。はい、この戦盟友たる浅井家に預けよう。敵像をことごとくほふり、今日への道を開け。ただ六角を打ち破るだけだな。兄上の軍勢も救ってみせまする。兄上、お心安く、それがしにお任せあれ。俺に覇権を渡してなるものか。開門、突き進むのみ。後ろをすべて絶やし、信長の道を開く。これはいずれもご存知の大逆闘にて候。まずは信長めの面体拝ませてもらおう。Okay.
救援は射送お前ら、アザイ、この地を信長に差し出すつもりか。開門の知恵がそれがしの力となる敵将撃ち取った妹に傷を負わせられぬ一は傷を負ってでも戦いに行く覚悟です夫を見捨ててはお兄様に叱られますから将が恐れては兵はついてこぬやもう氏郷参る
ちの戦は終わらない。天守閣に進みたくば、わしの屍を越えてゆけ。お待ちください、そこは危険ですぞ。この程度では信長は満たされん。敵将討ち取ったり。あと一つ、皆の者油断するな。実に結構、ざっと有力者どもが片付いた。これで我が輩が信長に勝てば、我が輩が完全に覇者になれるわけだ。実に悪党らしい上手い手ではないかな。信長はすでに長政様を駒扱い、奴が上洛し権力を得た。ああ、お前の想像通りだが、俺たちは一回の死に過ぎ、甲を投げ出世せず、長政様に意見愚心もできぬぞ。分かっている、全て手遅れになる前にのし上がる。待たせたな、お客さん。俺様が来たからにはもう心配無用。突き進むのみ。あとは助っ人ミナニン石川五右衛門、織田本陣へ突撃突撃。突き進むのみ。兄上と共にあるということか。よし、これで京への道は開いた。兄上、今こそ上洛し、乱なき世界を。